必要で逆転してますからですね。本当にもうちょっとメンバー紹介だけでもせめて、あ、メンバーね、せっかくですからもう二度と会えないかもしれません。 ABCD やめてください。なんで仕出しみたいなこと言うし、違いますよ、ちゃんと名前あるんですよ。名前あれいいんだよ、ね、ちょっと真ん中ことスポットライト当たるとこまでちょっと来てください。このバンドのエースでございます、エース、サックスの宮崎勝男。彼女ですね、最近新しい彼女です。まあそうですよ、そりゃ彼女の一人や二人くらいいたって別にいいでしょう。師匠はもうその昔ね、いっぱい、僕はいっぱいいたよ、すごいんですよ、みんながいなくなっちゃったけど、年取って金なくなると悲惨だねっていつも言ってるんですよ、ね、本当だよ、あのね、今ね、年取ってね、金がないとモテないね。みんなそうだろ、やっぱりこれで金あったらね、モテるんですから、そのうち身に染みてわかりますから、はい、行きましょう、はい、トランペットの大林弘明、イエイ。ほら、ね、楽曲でね、もうね、うちの兄貴が大ファンなんですよ。兄貴しかいないんだけど、何言ってるんですか、あのトランペットの人は芸達者だって言ってですね、芸達者、大騒ぎ、本当です。あまり喋んない方がいい、わかりました、あまり喋るとね、静かになってくる、徐々に喋らない、喋る回数を減らす。そして、はい、ドラマーはこの、イベントの主催者でございます、増田誠、イエイ。増田呼ぶんじゃなかったと思って、お芝居やってるいろいろやってんですよ、高田の方でやったの、2代目西田ポンっていう名前でもこれは呼びたいなと思ってます。西田ポン、シベリア調達、シベリア調達、誰も知らないよね、あのウィキペディア調べてもらえない。そしてベーシストは佐々木康夫、イエイ。なんでそんなおとなしい感じなんですか、ダメだよ、ピーチはね、肩見たい、調子悪い、調子悪いみたいな、5時まで仕事忙しいから、はい、そしてピアノは木下圭司、イエイ。さっきの、一緒に踊らせてもらってすごい楽しかったんで、またいろいろ教えてください。いやこれが手ですからね、皆さん、ピアノ教えてやるよって部屋に連れ込んで大変な、そこまで教えてたって言ってないよ、下ネタやるなって言ってたよ、今自分で言っといて、困ったと思ったら収められるのよ、もうやっちゃったとかね、なかったね、チンポとか言っちゃダメだよ、やめてください、北海道でも毎晩そんなこと言ってますからね、やめな、下ネタは最低だよ、本当に言うなってことは言えっていうことですよ、皆さん、そういう覚えちゃって、じゃあ、そろそろもう時間が刻一刻と迫ってますから、死ぬ前に一曲遺言状の歌、はい、人生ってのはね、いつかはあれに行っちゃう、でもね、感謝の気持ちを込めて皆さん本当にお世話になりました、私あの世へ旅立ちます、皆さん本当に本当にお世話になりました、皆さんの幸せをお祈り申し上げます、人生はあっという間、人は視察旅立つ
年もバッチリ。年取ったらね、みんな溶けてくるんですね。皆さんね、いきなりやれたって無理だよ。寛容そんなことない。毎日やってたんですけどね、いいじゃないですかね。あ、今なんか咳込んで病弱な感じを出しましたよ。俺なんかね、あの大腸がんやったでしょ。ね、大腸がんやって胃のがんやってね、この後肺まで来てる。そうなんですよ、三冠王だよ。そうですよ。でまた保険金降りるかと思ったら降りなかった。最初は100万降りたん、降りたんですよ。次20万降りて、で生前葬やってね、よし、般若心経ロックで会おうなんて言いながらですね、みんなからねご祝儀もらってね。ここはもう皆さんウキペディア調べてください。まだ薄味に書かれてますから皆さん。祝儀もらったら祝儀じゃない、公伝だ。でも皆さん本当ね、まあそろそろ最後の一曲ということですよ。やっぱりね、当たり前じゃないですか。最後だね、笑っていいと思うかって言いたいですけどね。皆さん本当にこれすごいんですよ。これそこの後ろにね、10枚ほど並べてあるんですけど、ジタバタするのが人生。俺売れたね。北谷君 の、 あのお兄さんもね、あ、20枚してて、10枚で、母親が20枚、うちの親戚が30枚。さつけーって身内でみんな固めたね。本当ですよ、ね、そういうこと言いながらね、今年の年末はお前大晦日開けとけよなんて言われながらですね、紅白もう身内を騙してですよ、散々売りつけて ね、まあ皆さん、まあそこにありますからね、まあ無理にとは言いませんけれども、皆さんね、もうどこか詐欺師みたいじゃん。詐欺師がこんなね、公衆の面で言いますか。そしてね、まあいろいろこうやってライブとかもやりますから、この卑猥な、スタッフからみんなソース感ですよ。これこんな絵をお前みんなに見せられるわけないじゃないかって言われますですね。最高だよ、ソース感でございます。僕はね、ついていこうと思ってるんですよ。師匠ホープ師匠、さすが、ありがとうございます。ついていこうと思ってますから、今日は今日のこと忘れていいから、わかりました。とりあえずね、忘れるこういう芸人がいたってことをね、昭和のね、昭和の、じゃあ